こんにちは、花坂爺さんです。今日はですね、レースラベンダーの植え付けをしたいと思います。本日の動画は3部構成で、お伝えします。1部が花の紹介と説明、2部が植え付けの仕方、3部が植え付け後の管理の方法ですね。それでは早速1部の花の紹介と説明をしたいと思います。これ皆さん見てください。これレースラベンダーなんですよね。これおしゃれですよね。また綺麗なんですよね。もう一個一個見たらですね、なんとかこう取り憑かれるような感じがしてますけどね。まあ、ちょっとこう置いておきますけどね。このレースラベンダーはですね、実は原産地地中海沿岸なんですね。常緑性で香りがあります。開花期が4月から7月なんですね。花色はですね、パープルとホワイトとピンクの3色なんですが、今日はパープルですね、を植えたいと思います。レースラベンダーはですね、葉っぱに細かい切れ込みが入っていまして、細かくレースのようであることからレースラベンダーと呼ばれたそうであります。非常に耐寒性が弱い植物なんですね。日当たりと風通しの良い場所で育てますが、梅雨の長雨に弱いので、移動させるにはやはり、こういった鉢の方がいいかと私は思います。管理がねしやすいんじゃないかなというふうに思います。これ本当見てください。もう本当ね、本当おしゃれなんですよ。もうこれちょっとこうアップドアップしますけどね、こんな感じですね。はい、こんな感じです。これをね、早速植え付けていきたいと思います。これちょっと置いておきますね。ここにですね、こういった鉢があります。これはですね、6号鉢ってなってますけどね。まあ、これにね、植え付けをしていきたいと思います。まずね、植え付けの際はね、ボラ土を入れていきます。まあ、こういったですね、これボラ土ですね、ヒューバの中ボラというやつですけど、これをね、そこに入れて、水はけを良くするために入れるんですね。こんな感じです。こんな感じ入りました。でこれちょっと揺すってもらえばね、小さいものは下に出ていきますからね。はい、ということです。これにね、土をね、入れます。土をね、入れていきます。はい、とりあえず入れました。でね、土を入れてね、ちょっとこうキュッとやっておけばいいんですけど、あとね、元肥としてこういったものを、これ私マグアンプっていうのを使ってるんですけど、こういったものをね、元肥です。だからパラパラっと入れてね、あとはね、これで混ぜ込んで使うタイプ、緩効性肥料ですね。あとでじわっと効くタイプの肥料です。はい、これぜひ皆さん使ってみてくださいということですね。ちょっと土が少なくなりましたので、ちょっと入れますね。はい、こんな感じでちょっとこすります。ちょっと塊があったらちょっと潰しておきますからですね、手でね、潰れると思いますので、ぐちゃっとなるまでしておいていただければいいかなというふうに思います。あとね、これラベンダーですね、根鉢取ります。こんな感じですね。こんな感じです。鉢でね、ちょっと下の方に根がね、ちょっと根が出やすいように取ります。でね、この縁の部分、ここですね、皆さん、ここ。この部分をね、少し削ってあげるといいですね。虫とか病気とかがこう潜んでるところなんで、ちょっと取ってあげます。そして軽くもみほぐして、これに植え付けます。ちょうどね、この面ですよ、この根とね、花の間のこの面がこれから3センチぐらい下に来るように植えます。いいですか。ですからこんな感じかな。だから真ん中に植えます。真ん中に植えたら OK なんですね。あとね、土を除きします。まあ、入れるときはね、回しながら
を入れていくといいのかなと思います。回しながら入れていく、こんな感じですね。はい、少しね、土入れるときはね、鉢のこの縁、この縁より少し高めに入れておくとね、ちょうどいいぐらいになりますから。ちょっと沈むんだね。沈みますから。ちょっとね、多めにちょっと入れておくということですね。少し出るぐらいでいいですよ。あんまり高く入れると今度は、まあ取らなきゃいけないので大変ですからね。で、土を入れたらですね、まずこういった棒状のやつです。何でもいいんですよね。こういった棒状のやつで。まず鉢のね、内側をつつきます。とね、空いてるところがあるので土が入っていくんですよね。こんな感じで。ちょっと沈むんですよね。そしたら、できたらまあ、鉢が大きい場合ですね、この花の周りもちょっとつつくということですね。あらかた入りましたので、真ん中にもう一回グッと押さえます。そしてね、土をちょっと持ってあげる、真ん中に。ね。土をちょっと持ってあげる。で、根鉢が見えないように植え付けるというのがコツですね。だから、つつく、真ん中に植える、ちょっと盛る。そして、最後にウォータースペースをね、こう作るんですよ。押さえて。鉢の内側をね、押さえるとウォータースペースができますから。ちょうどいいぐらいになったでしょ。こんな感じです。はい。でちょっとね、ちょっと汚れましたので、この辺をちょっと拭いて、土を落として、はい、きれいにしておくということですね。はい、これでですね、植え付け完了なんですけども、これ植え付けたらですね、やることがありますぐ、こういったものでね、消毒をやります。こういったものですね。消毒やってください。シャッシャッシャッと。回しながらで消毒してます。花も含めて。はい。病気とかね、虫とか来ないんですよね。予防ですね。ということでね、やってください。また汚れましたね。手袋がちょっと汚れてますからね。こんな感じです。あとこれでね、2部の終了ということになります。植え付け完了ということで。あとね、水をやれば OK なんですよね。じゃあ3部、引き続き3部なんですけども、じゃあこれ管理はどうするのってことですね。管理、後の植え付けた後ですよ。今日ね、皆さんに伝えたいことが4つあるんですよ。4つ。これ何かと言いますと、このレースラベンダーについては4つあります。まず1つ目が、朝用土が乾いていたらたっぷりと水やりをします。たっぷりとね、これ今黒くなってますけど白くなってくるんですね。で、白くなってたら水をたっぷりやってください。で、そうですね、用土ともう一つ見方があって、葉がですね、この葉っぱがですね、少し柔らかく下がってきた頃がですね、水やりのタイミングなんですね。葉っぱを見れば分かる。ちょっと、垂れず柔らしくなって下がってきた時は水が足りませんよっていうサインなんで、その時はね、あげてほしいと思います。夏はですね、加湿は厳禁ですね。もう毎日あれだから、もう朝昼晩水やったらですね、とてもじゃないですけど、根腐れを起こします。逆に今度は水切れしたらどうなるかというと、これも枯れちゃいます。ですから絶命のタイミング、土を見るか葉と土を見るのが一番いいですよね。葉と土で判断をするというのが一つです。よくね、質問があって、毎日水やった方がいいですかとか、2日越しですか、朝昼ですかという質問がありますが、それはもう花を見て決めてくださいという話ですね。で、2つ目ですよ。2つ目は、梅雨の前にですね、これ刈り込むんですよね。これ刈り込んでね、この全部落とします。花からなんからですね。で、ちょっと短くするんですけども、その時に、これ何でするかというと、蒸れちゃうんですよ。ですから、刈り込むんです。そして外に置いとったらまた蒸れますので、梅雨なんかの時はですね、軒下に置くということですね。これを覚えておいてください。3つ目、肥料はですね、
今花が咲いてますけど、花が咲いてる時に液体肥料をですね2週間に1回やります。2週間に液体肥料は何かとこういったやつです。ハイポレックス、はい、1000倍に薄めて使うタイプ、これ現役ですからね、1000倍に薄めて使ってください。ジョロにですね、やり方としては水を入れて途中ピッと入れればいいんですよ。ジョロにあった分だけですね、ピッとこれをね、キャップでこれやるじゃないですか。でキャップにね、こうやってジョロに水をジャーッと水道水を入れますけど、その時にこれをピッとジョロの中に入れてあげれば OK ですからね。やり方簡単ですから。ただね、8月はね、株が弱ってますのでやらないでください。8月はダメです。4つ目、4月から5月にかけてアブラムシのハタリが来ることがありますので注意してください。来たらですね、さっきのこういったもので除去するか、それは専用のね、除去防虫剤でねやっていただければなというふうに思います。非常にねおしゃれな花なんでね、皆さんもぜひねこれ植えていただいて、朝からね、眺めていただいて、そして、水が足らないときは水をやって出勤されたらいかがでしょうか。ということでね、初めての方もぜひね一緒にこのレースラベンダーを植えてね、一緒に育てて鉢いっぱいのねこの花を咲かせたいと思います。最後になりましたが、いつもねコメントグッドありがとうございます。チャンネル登録しても花咲かじいさんを応援しましょう。方法は今画面中央に私の入会が出てますから、これをクリックするだけです。最後までご視聴いただきありがとうございました。ラベンダーさんがお見送りします。それではまた次の動画でお会いしましょう。